コネマラ国立公園はアイルランドの6つの国立公園の一つで西部のゴールウェイ州にある。管理者はメディア、観光、芸術、文化、スポーツアイルランド語地域消配下にある。コネマラ国立公園の一般開放は設立の1980年に始まり2000ヘクタールの指定地内に山や沼地、ヒースや草原、森林が広がる。入り口は レターフラックのクリフデンよりに設けてある。公園内には人が暮らした跡がたくさん残っていて、4000年前の巨石の墓から19世紀の墓地まである。公園用地の多くはかつて、カイルモア修道院の所領であった。ダイヤモンドヒルからの眺め最もこの公園らしい、植生は西部のブランケット沼とヒースに見られる。一般に沼地とは湿った定地の環境で、 ブランケット沼は山の空気が乾燥した場所に分布する。紫のムーグラスムーアグラスが最も繁茂し一体の風景に彩りを添える。食中植物は公園の生態系で重要な役割を果たし、猛仙ゴケや虫捕りスミレの仲間が見られる。沼地は栄養がほとんどないため、エネルギー源として昆虫を消化する植物は多い。 よく観察される植物には他に塩釜菊の仲間、ワタスゲの仲間、ヒメハギの仲間、キンコウカの仲間、ラン、西洋やチアナギに加え、様々なチー類や苔が含まれる。鳥の種類が多いことはよく知られ、一般的な歌鳥には、マキバタひばり、ひばり、ヨーロッパのビタキ、ツワオアトリ、ヨーロッパコマドリとミソサザイの仲間を観察できる。もう菌類は、 蝶原坊やハイタカが暮らし、稀に見かける種に、小蝶原坊と、はやぶさがある。冬越しをするため、コネマラに現れる生き物は、ヤマシギの仲間やタシギ、ホシムクドリ、ウタツグミ、ヤドリキツグミ、ワキアカツグミ、ノハラツグミと野生のヤギである。生息している、哺乳類は見つけにくいものの、フィールドマウスフィールドマイスは、森林のどこでも暮らし、ウサギやキツネ、オコジョ、 トガリネズミ、コウモリは夜の沼地でよく出会う。かつてこの一帯を歩き回ったアカシカはおよそ150年前にこの地域では一度絶滅している。再導入の試みにより群れが定着した。現在、公園で最も大型の哺乳類はコネマラポニーである。ありがとうございます。